あなたがはっきりせんから周りの人は勝手にことを進めていく。それでもあなたは書いていかなければいけない。テルちゃんの詩は誰にでも書けるっていうものじゃないんだから。あなたの書いたものを読んで自分のことを恥ずかしいと思った。仲間がたくさんいます。これからはもう何も書くな。夫婦といってもダメなものはダメだもん。もうこれ以上あの人を苦しめないでくれませんか。テルちゃん、誰か好きな人はおらんのか。ずっと前から気になっとったことなんじゃけど、テルちゃんと僕は兄弟じゃないのか。ちゃんと答えてくれないか。誰にも言わずにおきましょう。朝のお庭の隅っこで花がほろりと鳴いたこと。